本因坊玄城は、江戸時代の囲碁騎士で、家元、本因坊家の十一世、本因坊玄城、本因坊烈元門家、八段純明人。元の名は、宮守下落山、法名は騎心安一徳選地と喫行した、皇敵主であり、共に、名人の技量ありと言われながら、名人とならなかった。囲碁四明と称される一人。攻めの強い気風。 清水徳川や物頭役ぐへ八郎左衛門の四、男として、江戸で生まれる。知得との初対局は、天明八年で、この時楽山14歳、知得13歳で、知得先で楽山12目勝ちであった。完成2年に知得と10番号を打ち、知得先合い、先で5勝4敗一時後、完成4年以後はほぼ、互い戦となる。 完成六年には四段となり、この時の落山と知得の寄付を、後の関山先太夫は、両友は、人物と褒めた。本因坊列元は河の元虎を、後目候補に目視していたが、完成七年に、元虎は没し、完成十年五段で、落山が、後目となり、元武と改名。この年のお城後に初出資し、七世、安井戦地に、千番五目価値を収める。 完成十二年六段、文化元年七段上手。文化五年に列元病気のために隠居願いを出すが受けられず、十二月に死去するが一門は、これを否し、翌年に家徳相続を許されて十一世、本因坊現状となる。この後に列元の死を公表した。文化十一年知徳と同時に八段純明人に、上る。文政二年のおしるこでの、 初出資の井上康節五段との二古曲黒一目勝ちの五は元竹一章の出来栄えと呼ばれている。知徳とのお城語では、完成十二年の知徳初出資から文化十二年まで二章二敗一次後。次後は元竹白番であった。知徳との対戦総数は長らく七十七番と言われていたが、その後に発見された寄付を加えて八十数局と見られている。 元竹の後目候補には、奥抜き里志作が候補と考えられていたが、里志作は文化9年に27歳で養成したため、戸谷城和を候補と目すようになる。文政2年に竹和を後目とし、文政10年に隠居して竹和に家督を譲る。その後、竹和の名人周囲運動にも特に関わらず、酒を楽しみに寄生を送った。は本名字で、現在は、 本因坊修法と同じ墓に葬られている。実施に、竹輪の跡を継いだ十三世、本因坊常作、宮重作全六段がいる。長慶作茂雄は、大井五番小笠原大見守るの組よりきを務めた。鎌倉時代において、除仏の判決として知られる、全局死活論について、文政四年になって家元会議にて、元竹がこれを否定し、これ以降は、 部分子活論が採用されるようになった。その他、河の元虎には、元竹先で六章一敗一時後、服部と宿に先合い、先で六章五敗一打ち掛けなどがある。五条も安一徳、本因坊現状右辺黒一、三が、元竹の持ち味の出た手。中央を厚くしながら続く十三、十五が、公手で、この五白が上辺を進出する間に、下辺の白。 続いて、左辺の白を小さく生かし、中央を固めて黒が解消した。231手間、黒9目章。木石庵、本因坊現状。ありがとうございます。